ですよ。ノーザンブリアのお酒ね。 95% 超えで世界一度数が高いとも言われてるわね。まさか君とこんな話ができるようになるなんてね。新7組いいクラスじゃない。君たちに負けず劣らず個性的な子たちみたいだからね。でもまあなんとかなるんじゃない。あんな風に君の心配をして全員で乗り込んでくるくらいだし。君気づいてたでしょ、紫の両兵たちの正体を。そっか、私もまだまだ修行不足ね。それは違うわ、リン。ノーザンブリアの占領は帝国政府の既定路線だった。将軍たちにしても両方軍存続を条件に引き受けたと聞いているし、すでに積んでいたのよ状況は。でも君はそんな中何千何万もの市民を救った。それは彼らにもちゃんと分かってるんだと思う。まあもともと無理があったのかもしれないわね。両兵家業なんかで滅びゆく国を何とかする、あの人もそれは分かっていたのかもしれない。あと今のは、私の初恋の人よ。と言っても父親なんだけどね。28年前の潮の杭の異変。国土の大半が潮で覆われた異変で、親を失った赤ん坊を引き取った人、元皇国軍大佐で北の両兵を立ち上げた一人。物心ついた時には故郷は荒れ果て、外貨を稼ぐ両兵たちはまさに英雄だったわ。育ててくれた養父は北の両兵のリーダー格の一人。私は父に憧れて10歳の時に少年両兵隊に入った。
厳しい訓練を積んで本隊への参加を認められたのが13歳の時。私は初めて実戦を経験した。そこは地獄だった。誰かの欲望のため、誰かの命を奪う戦場で、私は血と硝煙にまみれながら戦い続け、いつしか紫電なんてあだ名の少女良兵として知られるようになった。その無理が限界に達する時まで。18の時、私は中隊長として部隊を任す。そして帝国辺境であった任務、大貴族と大企業の代理戦争に参戦したの。相手はあのニーズヘッグ。でも私の部隊は彼らを撃破し続け、勝利も目前と思われた。その時、周辺民を巻き込むのを避けようとして、私の部隊は手痛い反撃を食らった。絶対絶命かと思われたその時、私を救ってくれたのは父だった。総指揮官を務めていたのに、私の部隊の危機に駆けつけて致命傷を負ってしまって、分かっただろう、これが良兵だ。この道を進むかどうか、今一度よく考えてみなさい。元広告軍人だったからかな、丁寧な口調のダンディーな人だった。思えば私が良兵をやることに最初から最後までいい顔をしなくて、最後にそんな言葉を残して私の腕の中で言ってしまった。私は絶叫して意識を失い、気がついたら帝国軍のキャンプで手当てを受けていた。での両兵同士の戦いの被害を確認するために来ていたみたい。少尉だった頃のナイトハルト中佐や、ヴァンダールのミュラー中佐もいたわね。そして戦闘がとっくに終結し、仲間たちが故郷に引き上げたと聞いて、私はろくにお礼も言わずにキャンプから飛び出して故郷へ戻った。帰郷した私を迎えたのは、戦友や町の人たちの温かい言葉だった。父を失ったものの、戦争には勝利し、大貴族から莫大なミラが支払われたの。これでこの冬は餓死者を出さずに済むだろう。そんな話を聞いて、私は安堵しながら、なぜだか涙が止まらなかった。貧困にあえぐ故郷のため、罪もない外国の人たちや土地を血と硝煙にまみれさせる。そんな欺瞞がどうしようもなく痛く、ただ悲しかった。そうして私は良兵を辞め、生まれ故郷を離れることにした。戦闘技術を生かせて A 級になればそこそこ稼げるっていうブレイサーになって、せめて
血がついていないミラをノーザンブリアに送るために。全然強くないし優しくもないわ。でも少しずつだけど近づけているとは信じている。父で上官で初恋の人で私が大好きだったあの人にね。パザコンをこじらせてるのは自覚してるけどね。ま、最近じゃ若い子にときめかないわけじゃないけど。喋りすぎちゃった。君、たらしの素質があるから反省しなさい。まあ、少佐さんの後っていうのも個人的には尺だけど。それじゃ、おやすみ。いい夢をね。ちなみに前に見せた紫のやつはゼクトールって名前だ。それ以上は守秘義務で話せねえがな。Thank you.
名誉なことだな。報酬が出ているぞ。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。次もよろしく頼む。
Thank you.
崩れた。俺の番だな。よし行くぞ。はよし、あたしの番だ。チャンス、もらっちゃう。とどめ。意外とやるじゃねえか。あんたこそ見かけ倒しじゃなさそうね。やるじゃねえか。あんたこそ見かけ。
ありがとう、クルド。助かったぞ。いえ、それはこちらのセリフです。メジャーを発見しました。
怖いぞ。気をつけろ。よし。行くぞ。行くぞ。少々危険です。任せなさい。少々危険です。私の番ね。任せなさい。ピンチです。体力低下。向かったわね。すみません。させない。しゃらくせえ。お返しだ。行くぞ。壊せ、スレッジハンマー。行くぞ。行くぞ。は。行くわよ。これで決める。行くぞ。た。崩れた。来るぞ。頼んだ。マイ。構えろ。防御陣、撤進。行くぞ。Thank you.
参る。はあ、よし。はあ、俺の番だな。や、助かる。ありがとうよ。私の番ね。やって崩れた。もらった。ありがとう。ありがとう。してない。ありがとう。よーし、構えろ。よーし、はー、させるか。シャラクス、行くわよ。行くぞ。ありがとう。ありがとう。はい。はっ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。してない。俺の番だな。まずいな。ありがとう。こんなマジかところで未熟な。負けられない。や、助かります。俺の番だな。構えろ。マイ、
いや、ありがとうよ。すまない、みんな。よし。ありがとう。なめんじゃねえ。ありがとう。行くぞ。アークス駆動。してない。お返しさん。行くぞ。ありがとう。任せろや。構えろ。任せろや。させてるか。お返しさん。俺の番だな。お返しさん。しゃらくせ。任せろや。僕の番だな。ありがとう。ありがとう。私の番ね。やっせ。負けないで。しゃらくせ。行くぞ。はっ。崩れた。遅い。行くぞ。そこだ。しゃい。あたしの番ね。やっせ。チャンス。もらっちゃう。意外とやるじゃねえか。あんたこそ見かけ倒しじゃなさそうね。やったわね。
教官もお好きですね。どうかご賞味あれ。また来てくれ。
Thank you.
これからどうするつもりなんだ？クライスト商会常務取締役のヒューゴだ。視察に来てみれば面白そうなことになってるじゃないか。俺も一枚噛ませてほしいものだな。
すまん、リン。少しだけ時間をもらえるか？